そなたがオーデンに至って10年、マテウス殿やゼクス殿の教えも受け、独自のアルゼイド流へと昇華したか。しこそアルゼイド流を極めし先の司教、鉄器隊副長を務めた階層を超えたのは確かなようですね。我が弟子よ、よくぞその高みに至った。ええ、今の私はあなたよりも強い。あなたが本調子であればまた違ったやもしれませぬが。いや、結果は同じであっただろう。かの聖女と剣を交えた。それがそなたの剣をついに完成させた。だが虚しさにも気づいたようだな。ええ、何のために剣を振るうか、以前よりおっしゃられたことがようやく胸に落ちた境地です。ならばここからが新たな修行でありましょう。そうだな。良き勝負を見せていただきました。この余韻、我が拙き剣で乱すのも忍びありませぬが。何、またとない機会であろう。え、さすがは我が師。確かにその方がより大きなものを渡せましょう。市電にシュバルサ、ラウラ城に西風の妖精よ。アルゼイド流が二剣士、剣将羅刹が相手をしよう。まさか。無理無理、ありえないから。本気みたいですね。ふん、あなたも含めこの先に生きると信じる。ラウラもフィーも、そしてリーン、そなたもな。釈閣下、そこまで言われると。確かにこの上なく貴重な機会、どうかよろしくお願いする。ふふ、息やよし。そなたらが武の司教に至れるか否か、いざ示してみるがよい。手加減忘れるぞ。これも良き機会であろう。うなり、螺旋撃。
ええ、切り刻め、やれな、今よ、いただき、私の番だね、せーの、その程度か、精進するがよい。
まだまだです。今後ともよろしくご鞭撻のほど、リーン巨漢。